皆に幸せが訪れるなら、私は喜んで死を迎えましょう。同じ時に糸を切って、 T 先輩です。ノクタン。どうもテイコです。ノクタン。今回もいきなりボスなので、研磨は外します。何ここ、キモ。まあ、あからさまに何かありますよね。そりゃ悪夢も見ますよ。母上、その声はアルカード、そこにいるのね。母上、今助けに行きます。ダメよアルカード、来ちゃダメ。でも母上。いいのです、私の命で皆に幸せが訪れるなら、私は喜んで死を迎えましょう。ダメだそんなこと。ごめんなさいアルカード、あなたにばかり辛い思いを。でも、私からの最後の言葉を心に留めて生き続けて。母上。人を憎しみなさい。そして殺しなさい。生き続けて罪を重ねるよりも、死んだ方が人間には良いのです。さあ、そこの人から殺しなさい。違う。どうしたのです、アルカード。そんなことは言っていないはずだ。何を言っているの？殺して皆を幸せにするのよ。断じて母じゃない。貴様、何者だ？私の呪縛を破るなんて気に入ったわ。許さん。貴様には死すら生ぬるい。ゆっくりと虜にしてあげる。いらっしゃい、坊や。お願いしたい、自分もいます。おい、これに触れると呪われます。なんかエッチ。ノーコメントです。なんか攻撃しないの。いや、呪われてたので。それは言い訳よね。ほら、攻撃してますよ。やっぱりあまり積極的じゃないじゃない。いや、また呪われたので。すぐ直せよ。当たっても消えないのか、本体です。何回当たれば気が済むの。いや、本当に攻撃してってば。すみません、そろそろ本気でいきます。どうせ見とれてたんでしょ。ノーコメントです。この爪は、真下にいれば当たりません。普通にやれば、簡単じゃない。この血の匂い、なぜ夜の一族の血の匂いが。まさかこの強さ、そして美しさ。ああ、間違いないわ。あなたは伯爵様の。夢の世界での死は精神の死だ。抜け殻のまま永遠にさまようがいい。待って、お願い。だからなんでこんなにエッチーの。サキュバスですし。さて、忘れずに金の指輪をゲットです。ところどころ読めないね。まあ、金だし、某アニメを見てれば想像はつくかと。
それって、どこぞの賛成のやつ？それ以上は、しーです。確かにここは、お城だしね。ダメですよ。そこまでです。はいはい、了解しましたと。さて、次はあそこに行きます。あそこ。氷女さんがいた隠し通路です。うるさいよ。ごめんなさい。ここです。ダブルでレアドロップですね。すごいね。こちらに私森が来てくれました。あなたの行くべきところに導きましょう。以前、滝の向こう側で撮った人魚の像の効果です。しゃがんでないと、落とされます。上の宝石を取りたいけど我慢です。じっと我慢です。とにかく我慢です。すると扉が開いて到着です。結構長かったね。よく我慢できました。今、アルカードは膝より深いところだと、ダメージを食らいますよね。シュノーケルです。大層な名前がついちゃってるけど。これで水中でもダメージがなくなりました。試しにオフにしてみると、当然食らいます。ノマ同期もオフにすれば、当然効果がなくなります。そりゃそうよね。帰りは、先に行っててください。それでいいの。私は水中のアイテムが欲しいんです。あと、マッチングもでしょ。鋭いですね。水中でも狼に変身できます。霧とコウモリにはなれません。あ、そういえばさっき見つけた宝石はどこだっけ。もう通り過ぎたかな。スタートまで戻ったよ。まだだったようです。ここだったか。コウモリは完全に同化してますね。同化してるぜ。見つかるけどね。水冷たそうだね。吸血鬼は寒さも平気なんでしょう。いわゆるメリケンサックですね。素手と動きは同じです。序盤で入手したダイアナックルの方がもちろん断然強いです。変なの。まあこちらの方が早く入手できることもなくはないです。あちらは本来、霧変身が条件ですし。こちらは時間かければ、序盤でも来れます。なるほどね。進め次第で、展開も変わるね。さて、そろそろ今回も終了です。あっさり目立ったね。ノクターン。ノクターン。
幸せの中で